名探偵も楽じゃないわ、西村京太郎の長編推理小説。1973年12月に講談社から書き下ろしで出版された。推理小説誌に残る有名な4人の名探偵が登場するパロディミステリー名探偵シリーズ4部作の第3作。エラリークイーンのエラリークイーンアガサクリスティのエルキュール・ポア・ロ・ジョルジュ・シムノンのジュエル・メグレード・ガワランポの 明智小五郎日本にミニマイモーという推理小説マニアの同好会があった。定員は10名だが、原書で読めることなどと参加資格が厳しく、9人しか会員はいなかった。会長の岡部孝喜は名探偵の復興を望んでおり、4人の名探偵を日本に招待する。彼は世界に視点を持つホテル岡部の会長でもあり、資金に不足はなかった。 都内にあるホテル岡部の32階を会場にし、名探偵たちを迎えた5月20日、左文字京太郎という名探偵を自称する青年が飛び入りで参加してくる。何かが起こると主張する、左文字だが、ミニマイモーのメンバーは相手にしない。しかし、名探偵を歓迎するため、岡部が用意させておいた花束に添えられていたカードは、連続殺人を予告するカードにすり替わっていた。 不安と不快感の入り混じる中、岡部の温度で乾杯が行われる。そして彼は休止した。医者が呼ばれたが生産による中毒死と判明しただけだった。連続殺人の予告はいたずらではなかったのか。やがて第2、第3の事件が起こり、次々に人が死んでいく。追いたる名探偵たちは若い左文字に推理を任せ、動こうとしない。 果たして、その真意はそして犯人は同期は最後に名探偵たちが下した決断とは名探偵シリーズ4部作の第3作だが他の3作が以下の通り話題性に富んでいるのに対し、本作ではその点が地味である。名探偵なんか怖くない4人の名探偵の共演3億円事件の再現。名探偵が多すぎるアルセーヌルパンと。 怪人二十面相が挑戦してくる。名探偵も楽じゃない本作。名探偵に乾杯ポアロ二世を名乗るポアロそっくりの青年が登場。カーテンの結末に対し、アーサー・ヘイスティングズの前でことを唱えている。以上のうち、第一作以外は閉ざされた環境ので事件である。また、本作と次回作は連続殺人事件を扱っているが、トリックや謎解きに、 アンフェアなものが含まれている。若い名探偵への待望論に対し、本書の解説で中島川太郎は、筆者は皮肉な答えを用意していると説明している。本作は、ホテル内での連続殺人事件である。最終的に6人が死亡している。以下、ミーマイモート、左文字京太郎は、本作オリジナルのキャラクターであり。 4人の名探偵と吉村武部補は原点のあるキャラクターである。ミーマイモーは推理小説の同好会で毎月10日に会合を持っているが、徹夜に近い状態で2から3日語り込んでいるマニアの集まりである。定員は10名だが、参加資格を厳しくしており、現在は9人しかいない。会費は月に2000円であるが、主な運営費は、 岡部会長に由来する40万円で賄われている。以下、死亡順と年齢に従って記載する。この他にボーイ、フロント係、医師、花屋の主人、鈴木刑事なども登場し、行き係上、ボーイとフロント係は、容疑者にリストアップされたが、割愛する。4人の名探偵は、左文字の貢献人、とでも言うべき態度であり、積極的に事件に関わらず、 左文字に任せている。革命探偵の詳細についてはリンク先の記述を参照。本作では一部の原点にネタバレが明記されている。作品名の後に作者名と探偵名を補足する。ありがとうございます。